今シャバシャバに思うんですけど、回すとしっかりと濃度が出てきます。ドロッとした感じになります。ほら、生クリームと牛乳の割合は、まあ、一旦半々にしましょう。生クリームを少し多くするとコクが出て、ちょっとこう濃厚な感じになる。牛乳が多くなればさらりとした印象になるっていうのを頭に入れながら混ぜていきます。で、あとは飲みやすい濃度に持っていけばいいんです。これぐらいのとろっとした感じが多分スープにはちょうどいいかなと思います。かぼちゃのスープの完成ですね。ボナペティ。